諸外国において本条のように前借金相殺を禁止した立法令はなく、また戦前の日本においてもこのような規定は置かれていなかった。条文の射程解釈、本条の言う前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権を文字通り捉えれば、貸付後の労働で得られる賃金によって弁済することを条件とする使用者からの借金が広く含まれることになりそうである。この解釈によれば、将来の労働についての給料の前借りも、将来の賃金退職金で弁済することを予定した住宅資金の借り入れも、これに当たることになる。これに当たらないのはすでに行った労働に対する賃金で未だ弁済期が来ていないものの前払い弁済期の繰り上げくらいとなる。しかし、これでは禁止の範囲が広すぎるため、通説及び行政解釈は、本条の趣旨及び遠隔に照らし、金銭貸借関係と労働関係が密接に関連し、身体的拘束を伴うもののみがこれに該当するとし、使用者からの人的信用に基づいて受ける金融等で明らかに身分的拘束を伴わないと認められるものは、労働することを条件とする債権には当たらないと解釈している。この解釈によれば、例えば、相当高額に上り、返済期間も相当長期間にわたる住宅資金貸付、いわゆる住宅ローンについても、労働者の申し出に基づき、労働者の便宜のために使用者が貸し付けるもので、貸付期間や返済金額等が生活に脅威を与えない程度に合理的に設定され、返済前でも退職の自由が制約されていないなど、当該貸付金が身分的拘束を伴わないことが明らかな場合には、本条に抵触しないものと解される。強制貯金の禁止、任意的貯蓄金管理の規制。立法のいきさつ趣旨、使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならない。労働者の委託を受けて貯蓄金を管理しようとする場合には、次に述べるような一定の規制の下でこれを行うことができるとされている。戦前の日本においては、使用者が労働者の賃金の一部を貯蓄させたり管理したりすることが、義務貯金、信任金、保証金等の名称で広く行われてきた。これらは、盗難や労働者の浪費を防止するという利名の下で行われていたが、実際には、労働者を足止めするための手段として機能し、また、使用者が経営危機に陥った場合や逃亡した場合などには払い戻しが困難になり、労働者の貴重な財産が奪われるという事態も生じていた。戦前の工場法施行令は、地方長官の許可を条件に労働者との貯蓄契約を認めており、貯蓄金を管理する場合には確実な方法を定めて地方長官の認可を受けるべきこと等を定めていた。労基法18条は、このような工場法の規定を基礎とし、その後厚生年金保険制度や失業保険制度が創設されることも考慮に入れて制定されたものである。諸外国においては、このような立法令は見当たらないとされている。任意的貯蓄金の管理については、労基法の制定当初は行政官庁の認可を条件としていたが、1952年の労基法改正によって、手続き簡素化の見地から認可制度が廃止され、労使協定の届出制に改められた。また、1973年以降のオイルショックによる不況から賃金不払いや貯蓄金返還不能が急増したため、労働再建の履行確保を図る観点から1976年に、賃金の支払いの確保等に関する法律が制定され、その中で貯蓄金の保全措置の拡大強化が図られている。条文の射程解釈、労基法18条1項は、使用者が労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をすること、いわゆる強制貯蓄を禁止している。労働契約に付随して、とは、労働契約の締結または存続の条件とすることを言い、客観的に見て労働者の意に反する貯蓄がなされることを禁止するものである。貯蓄の契約をさせ、とは、労働者に使用者以外の第三者、銀行、郵便局など、と貯蓄の契約をさせることであり、貯蓄金を管理する契約、には、使用者自身が直接労働者の預金を受け入れて自ら管理する、いわゆる社内預金、契約と、使用者が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行等の金融機関に予入しその通帳印鑑を保管する、いわゆる通帳保管、契約とがある。例えば、賃金の一部を一方的に預かり管理する制度に加入させていることまたは使用者自身がその管理をしていることは、本条1項が禁止する強制的な貯蓄または貯蓄金管理契約に該当する。また、使用者、受け入れ機関が、労働者、外国人研修生から預かった印鑑を使用して預金口座を開設し、労働者の明確な同意を得ることなく預金通帳及び印鑑を管理して労働者が自由に預金を払い戻すことを困難にしたこと等について、本条1項が禁止する強制貯金に該当するとした裁判例がある。本条は、2項から7項において、以下のような規制の下で、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理すること、いわゆる任意的貯蓄金管理を認めている。すなわち、1、事業場における過半数組合またはそれがない場合には過半数代表者との書面による協定、労使協定を締結し、行政官庁、所轄労働基準監督署長に届け出ること、2、貯蓄金管理規定を作成し労働者に周知、作業場への備え付けとすること、3、社内預金の場合には一定利率、現行では年 0.5% 以上の利子をつけること、4、労働者が返還を請求したときは遅滞なく返還しなければならないこと、5、使用者が労働者の返還請求に応じられず、当該貯蓄金管理の継続が労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁、所轄労働基準監督署長が当該貯蓄金管理の中止を命じることができ、その場合使用者はその管理に関わる貯蓄金を労働者に返還しなければならないことである。また、使用者は、毎年4月30日までに、様式第24号により前年度の預金管理状況を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。以上のような法規制により、使用者が管理する任意的貯蓄金の安全と保護が図られている。寄宿舎における私生活の自由など、立法のいきさつ趣旨、日本では明治以来、紡績業、石炭工業、建設業等において、労働者を通勤距離内の地域から確保し従属することが困難であったため、事業付属の寄宿舎を設け、労働者をこれに収容する制度が発達した。この中で、事業活動に付随する労務管理を寄宿舎での私生活にまで及ぼし、寄宿労働者の身分的な隷属が厳粛する事態が発生するに至った。戦後制定された労基法は、このような事業付属寄宿舎にまつわる封建的異臭を一掃し、寄宿労働者の私生活の自由と安全衛生を保障するための規定を定めた。このような立法令は現在の世界各国において見られないが、それは上記のような日本における歴史的な事情に由来するものと理解されている。法規制の内容、労基法94条以下が規制対象としているのは、事業の付属寄宿舎である。このうち、寄宿舎とは、状態として相当人数の労働者が宿泊し共同生活の実態を備えるもの、多い、単にトイレ、炊事場、浴室等が共同となっているだけでなく、一定の規律、制限により労働者が通常、寄居寝食等の生活対応を共にしていることがその重要な判断基準とされる。したがって、労働者がそれぞれ独立の生活を営む社宅や、少人数の労働者が事業主の家族と生活を共にするいわゆる住み込みは、寄宿舎には当たらない。また、事業の付属とは、事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連を持つこと、を言う。したがって、福利厚生施設として設置されるアパート式寄宿舎で、労務管理上共同生活が要請されていないようなものについては、これに当たらないものと解される。労基法は、このように定義される、事業の付属寄宿舎について、以下のような規制を定めている。
1、使用者は、寄宿する労働者の私生活の自由を犯してはならず、寄宿者生活の自治に必要な役員の選出に干渉してはならない。2、使用者は、起床、就寝、外出、外泊、行事、食事、安全衛生、建設物設備管理に関する事項について、寄宿労働者の過半数を代表する者の同意を得て、ただし建設物設備管理には過半数代表の同意は不要である、寄宿者規則を作成し、行政官庁、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。3、使用者は、換気採光照明保温防湿清潔避難定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀生命の保持に必要な措置を講じなければならない。また、寄宿労働者の安全衛生の確保を徹底するため、4、使用者は、一定の事業の付属寄宿舎を設置、移転、変更しようとする場合には工事計画を事前に行政官庁、所轄労働基準監督署長に届け出なければならず、行政官庁は労働者の安全衛生に必要と認める場合には、工事の着手を差し止め、または計画の変更を命じることができる。さらに、5、付属寄宿舎が安全衛生に関する基準、事業付属寄宿舎規定、建設業付属寄宿舎規定上の安全衛生基準に違反する場合には、行政官庁は、使用者に対し使用停止変更等を、労働者に対しては必要な事項を命じることができる。中間搾取の排除、何人も法律に基づいて許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。立法のいきさつ趣旨、明治初期の日本においては、労働関係の成立は口入れや、契案、募集人、労務供給業者等を通じて行われ、不当な賃金搾取、人身売買などの非人道的な悪習が伴い、徐行愛死等の事態が生じる一因となっていた。1919年の国際労働機関 ILO 第1回総会における失業に関する条約の採択を契機に日本においても1921年職業紹介法、1924年労働者募集取締令が制定され、さらに1938年職業紹介法改正に伴う関係規則の整備により、職業斡旋は国の機関である職業紹介所を通じて行うという建前が確立された。戦後は1947年に職業安定法が制定され、職業紹介法の内容が整備強化されて、職業安定行政の強化と労働ボス排除の体制が整えられた。しかし、労働ブローカーや労働ボスが労働者の就職に介入して利益を得ること、親分子分間の賃金のピンハネ等は、職業安定法の直接の規制対象ではなく、また、戦後もこのような悪習が日本の労働慣行としてなお残存していた。本条は、職業安定法と並んで、このような中間搾取を正面から禁止する趣旨で定められたものである。条文の射程解釈、本条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止している。業として、利益を得るとは、営利目的で同種の行為を反復継続することを言う。一回の行為であっても反復継続する意思があれば十分であり、修行であるか副業であるかを問わない。他人の就業に介入して、とは、労働関係の当事者間に第三者が介在して、その労働関係の開始、存続等について、何らかの因果関係を有する関与をなす、ことを言う。その介入の仕方は、1、労働関係の開始への介入と2、労働関係の存続への介入の2つの類型がある。前者、労働関係の開始への介入、2は、職業紹介、労働者募集、労働者供給の3種類がある。職業安定法は、有料職業紹介事業、労働者委託募集、労働者供給事業について規制を行っており、同法の規制の下で適法に行われているものについては、法律に基づいて許される、場合として、労基法6条違反にならない。これに対し、職安法の定める許可を得ず、または法定の手数料報酬等以外に利益を得てこれを行った場合には、職安法違反が成立するとともに、利益を得てそれを行っていれば労基法6条違反も成立することになる。職安法違反と労基法6条違反は、関連的競合の関係に立つと解されている。他方、業務処理請負または労働者派遣の形態で、労働契約関係が労働者と請負人派遣元との間に存在し、労働者と発注者派遣先との間に存在しない場合には、請負人派遣元が労働関係の外にある第三者として労働関係に介入したとは言えず、そこから利益を得ているとしても、労基法6条が禁止する中間搾取には当たらないものと解されている。ただし、形式的には請負の形式をとっていても、発注者が労働者を直接指揮命令するなど実質的には労働者供給と認められ、請負人と労働者との間に労働関係が認められないときには、請負人が他人の就業に介入している場合に当たる。他人の就業への介入のうち後者の類型、労働関係の存続への介入の典型例としては、労働者募集人が仲介した労働者の人数に応じて保有手当を受け取る場合や、炭鉱納屋の納屋頭が校内に送り込んだ人数に応じて繰り込み手当を受け取る場合が挙げられる。その他、労務係や現場指導員等が配下労働者の賃金の一部を着服横領するいわゆるピンハネもこれに当たる。利益とは、手数料、報奨金、金銭以外の財物などその名称を問わず、有形か無形かを問わない。また、この利益は、介入する行為との因果関係があれば、使用者から得る場合だけでなく、労働者または第三者から得る場合も含むものと解されている。公民権の保障、使用者は、労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。立法のいきさつ趣旨、かつてドイツにおいて制定されていたワイマール憲法は、労働者は公民としての権利の行使及び公の名誉職の執行のために必要な自由の時間を有すると規定し、労働者に公民権行使等のための時間を保障していた。民主主義を基調とする日本国憲法の下、公選の公職の増加、住民投票等の直接賛成制度の新設等に伴い、労働者に対しこれらを実質的に保障し、労働者の公的活動を担保することが必要不可欠であるという認識に立ち、労基法はワイマール憲法と同じ趣旨で本条を定めたのである。このように、本条の趣旨は、労働者が公民として公的な活動を行うことを保障することにある。条文の射程解釈、公民としての権利とは、国民に認められる国家または公共団体の公務に参加する権利を言い、公職選挙法上の選挙権、被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法上の住民の直接請求権の行使、選挙権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申し出などがこれに含まれる。これらのうち、被選挙権の行使については、立候補届け出のための行為のみならず、当選のために必要な法定期間中の選挙運動も、被選挙権の行使に必然的に伴うものとして広くこれに含まれるものと解されている。訴訟の行使については、公民として有する公務に参加する権利とは解されないので、公民権の行使には含まれないが、行政事件訴訟法5条の定める民衆訴訟については、国または地方公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟であることから、公民権の行使に含まれると解されている。公の職務とは、法令に基づく公の職務のうち、1、国会議員、地方議会議員、その他の議員。
労働委員会の委員、検察審査員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員としての職務など、国または地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務。2、訴訟法上の承認としての出廷、労働委員会の承認など、国または地方公共団体の公務の妥当な執行を図る職務。3、公職選挙法38条1項の選挙立会人など、地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務等をいうものであり、単純な労務の提供を主たる目的とする職務は含まれない。例えば、労働審判制度における労働審判員の職務はこれに含まれるが、予備自衛官の防衛招集訓練招集、非常勤の消防団員の職務については、単純な労務提供を主たる目的とする職務として、これに含まれない。本条は、これらの行為に必要な時間を労働者が請求した場合に、使用者がこれを拒むことを禁止している。使用者が必要な時間を労働者に与えた場合、その時間に対応する賃金については、本条は何ら触れておらず、有給とするか無給とするかは当事者間の自由に委ねられている。もっとも、選挙権の行使については、参政権の中で最も重要なものであるため、賃金を失うことなくその権利を行使できることが望ましいとされ、遅刻、早退による給与の差し引きを行わないよう関係各官庁から協力を依頼することとの1967年1月20日の閣議了解に基づき、各事業所等にその趣旨の徹底を図るよう都道府県労働局長宛に通達された例がある。労働者が本条の定める公民権の行使または公職の執行を行った場合、とりわけ議員への就任などその行使執行に長い時間を要する場合に、使用者が解雇などの不利益取り扱いをすることができるかが問題となる。まず、懲戒処分については、本条に従って公民権の行使等を行った以上、労務提供ができなくても労働義務違反とはならず、それを理由として懲戒処分を行うことはできないものと解される。会社の承認を得ないで公職に就任した場合には懲戒解雇するとの就業規則規定について、本条の趣旨に反し無効であるとした判例がある。もっとも、公職への就任により労働義務の遂行が長期にわたり困難となるような場合に普通解雇を行うことや、業務の正常な運営が妨げられる場合に休職とすることは、本条に抵触するものではなく、許容されうる。ただし、公職の執行と両立しうる職務が存在し、それへの配置転換が容易である場合には、配置転換を試みることなく普通解雇を行うことは、解雇権乱用と評価されうる。